はい、どうも、トラ吉の無課金ハオロード阪神十戦編です。今日でログインが480日目ですね。はい、まあ480日目ということで、毎回ね30日ごとに、オーダーの方ね、阪神純正のオーダーの方を紹介させてもらってるんですけども、今回も、まあ、約16ヶ月、480日目ということで、オーダーの方ね紹介したいなと思います。はい、その前にですね、現在2020年10月9日の15時8分なんですけども、まず、告知の方からさせてもらいたいんですけども、今日の晩ですね、10月9日の、21時夜の9時から、このトラ吉の無課金ハオロードというチャンネルでね、生配信の方させてもらおうかなと思ってますんで、ぜひお時間ある方見に来てもらいたいなと思ってます。今晩、9時からですね、夜の9時から、生配信しますんで、よろしくお願いします。はい、あとですね、メニューの方でお知らせで、選手追加ありました。はい、2020シリーズ2に S ランク右翼手ライトですね、A ランク先発新登場ということで、まあ、このアカウント阪神純正だけでやってるんですけども、阪神は、糸井選手ですね。はい、で、先発が西選手ですね。まあエース枠ですかねこれ。はい、来てます。ちょっと能力の方ね、さっきちらっと見たんですけども、糸井選手能力がシリーズ1と、変わってませんのでね、まあ良かったかなと思います。今年ちょっとねあんまり良くないんで、糸井選手シリーズ2下げられるかもしれないなと思ってたんですけども、ミート80、パワー70、走力75と、まあ阪神のね、元気選手の中ではもうなかなか強い選手なんでね、まあ良かったかなと思います。はい、一応2020シリーズ1の、糸井選手極めと思ってますんでね、また取れれば、ぜひ継承したいなと思ってます。はい、西選手もね、まあ、A ランクですけども、S ランク換算で言うと、まあ、一応能力は変わってないかなという感じですね。はい、はい、こういう感じですね。一応選手追加ありました。はい、あと対決管理までですね、丸1日終わりまして、あと4日と23時間ということで、現在の進行状況ですけども、累計対決ポイントが 35,404 ということで、まあ、6日間のイベントでね、12万でしたっけね、一番最後ね、12万ですね、12万なんで、まあ、平均2万でいけますんでね、まあ、十分上回ってます。そう、エナジーもね、あの強敵来た時とかね、ちょこちょこ使ってるぐらいで、多分10使ってないぐらいだと思うんですけど、10エナジーも使ったか使ってないかぐらいでいってるんですけども、まあ、ノルマは十分超えてますし、まあ、1日2日前には最後のこの S ランクローテーションチャレンジャーですか、これで取れるかなという感じで言ってます。まあ、今回ね、前回の時も言いましたけど、高橋遥人選手、僕2020シリーズ1の高橋遥人選手、通常の S ランクね極めで持ってますんで、まあ、スピリッツも3400ですしね、まあ、今回ちょっと微妙なんですけども、一応、まあ、最後に S ランクで出てくれればそれはそれで嬉しいんでね、頑張って最後までやっていきたいなと思ってます。はい、こんな感じですね。それでは、リーグオーダーの方ですね、480日目のリーグオーダーの方を紹介させてもらおうかなと思います。まず実績ですけども、リーグランク9、リーグランク覇王9、覇王と、行ったり来たりしてます。相変わらず、はい、なかなかキープは難しいなという感じですね。はい、オーダーの方ですけども、こういう感じです。チームスピリッツが8533ということで、前回ね450日目の時はね、79829やったんで、まあ700ぐらい上がってます。そうですね、チームスピリッツは700ぐらい上がりましたね、30日でね。まあ一番変わったので言いますと、このベンチのヨーカー選手ですね。ヨーカー選手、まあ、覚醒の2020シリーズ2の覚醒のヨーカー選手なんですけども、ここに前、2019シリーズ2の高山選手やったんでね、ここでスピリッツ結構上がりましたね。はい、あと打者はそれぐらいですね、変わったのは。まあ、打順の方ですけども、こういう感じです。1番近本選手、2番糸井選手、3番大山選手、4番バース選手、5番ボーア選手、6番福留選手、7番糸原選手、8番梅野選手、9番北条選手という感じですね。はい、これも前回の450日目と変わってません。はい、あと投手ですね、投手はちょっと変わりまして、投手先発郷の岩佐選手ね、セレクション監査祭の、S ランク 30% を10枚のやつで、たまたま来てくれましたんで、ここに
先発岩佐選手先発5で入ってまして、ここに入っていたヨスアレス選手を中継ぎ3に回してます。はい。で、それまで抑えでね、2019シリーズ1のスピリッツ3100のドリス選手が入ってたんですけども、それと岩佐選手が入れ替わりましたんで、それだけで単純にスピリッツ300上がりましたんでね、ここが非常に今回大きかったかなと思います。あと変わった点で言います、中継ぎ1ですね、能見選手、ここに岩崎選手、2019シリーズ2の3200の岩崎選手いたんですけども、これが3400になりましたね。これでまた200上がって、まあ、トータルで、まあ、700ぐらい上がったかなという感じですね。はい。それでまあ8533になったという感じです。はい。あと最大コンボ上昇量なんですけども、これがね、前回9700ぐらいだったんですけども、まあ、やっと最大コンボ上昇量1088ということで1万超えました。もうこれが一番今回ちょっと嬉しいなと思ってます。もう念願でしたんでね、まあ純正でやってますとこの最大コンボ上昇量が一番あの、ね、大事だなと思ってましたんで、1万超えたというのは非常に嬉しいなと思ってます。はい。あとまあ合計特殊能力はまだ326ということで360はいってないんですけども、まあ入れ替わる選手ね、新しく入ってきた選手は基本的には、特殊能力レベル全部マックスにして入れていってますんで、だんだん徐々に360になっていくかなという感じでちょっと長い目で見てます。はい。そういう感じですね。まあ、今回ね、ローテーションチャレンジャーでこの高橋選手来ましたんでね、ちょっと、まあ、僕一応ね、もう称号もつけてね、称号も星4の称号なんでね、結構強い称号ついてますんでね、もう非常に、悩んでます。はい。まあ、多分決勝はしないと思うんですけどね、はい、取れてもね、はい、そういう感じですね。はい。まあ、ログイン480日目で一応まあチームスピリッツも8万超えて、最大コンボ上昇量もね1万超えましたんでね、まあ、なんとかこれでちょっと当分やっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、これからねシリーズ2に向けて、アニバーサリーがあったりとかもありますね。アニバーサリーはまあ阪神は梅野選手と西選手だったと思うんですけども、まあ、そこの辺もね強化させていければいきたいなと思ってますし、あとまあまだこのショートに3200の北条選手入ってますんでね、スピリッツ3200の、まあ、この3200の選手をね何しか3400、3500にしていくっていうのが当面ちょっと強化ポイントかなと、個人的には思ってます。はい。まあなかなかね無課金でやってますんで急に強くはできないですけども、コツコツやっていって、そうですね、まあとりあえずは歯をキープしたりとか強くしていきたいなと思ってます。はい。ログイン480日目、チームスピリッツ8533という感じですね。はい。以上ですね。はい。まあまだまだ強化ポイントはあります。はい、頑張ります。はい。今回こんな感じですね。まあログイン480日目ということで、まあリーグオーダーの紹介させてもらいましたけども、まだまだ2019のシリーズの選手とかもいますんで、その辺ちょっと入れ替えれるように頑張っていきたいなと思ってます。はい。あとまあもう一回告知、最後に告知させてもらいますけども、今晩、10月9日21時夜の9時から生配信しますんで、ぜひお時間ある方とかね見に来ていただければ嬉しいかなと思います。はい。今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。